トーボールの競技風景。トーボールは目隠しをしてボールを転がし相手チームのゴールに入れてその得点を競う視覚障害者の球技で障害者スポーツの一つ。中央、ヨーロッパ及びラテンアメリカ諸国で特に盛んに行われている。トールボールの表記もある。長さ16メートル幅7メートルの長方形の屋内コートにおいて 1>, 1チーム3名のプレイヤーからなる2チームの対戦形式で行う。競技時間は10分、前半と後半それぞれ5分に分かれている。選手は目に目隠し用のパッドを装着し、さらにその上からアイシェードないしゴーグルをつける。攻撃側のチームは動くと音の出る5 0 0ムの重さのボールをコートを横断する形で張られた三本の紐の下をくぐらせるようにして投げ、 相手ゴールに入れることを目指す。対して、守備側のチームは、転がってくるボールの音を聞きながら、全身を使って、自チームのゴールを防衛する。ゴールは、幅7メートル、高さ1.3メートルで、コートの両端に一つずつ設置されている。一人の選手が連続して3回ボールを投げることが、でき、両チームは講師を順に交代しながら、ゲームを行い、 制限時間内により高得点を上げた側のチームが勝利する。3本の紐は床から40センチの位置にあり、ボールやプレイヤーが触れると音が鳴るベルがついている。それぞれコートの中央のセンターラインの上に1本、それを両側から挟むようにして2メートル開けて、残りの2本が貼られている。ボールを転がす際には、これら3本の紐に触れないようにくぐらせねばならず、紐に、 ボールが触れたり、紐の上をボールが弾んで、越えたり、プレイヤーが紐に触れたりした場合は、ペナルティが課せられる。ペナルティを受けた選手はコートを出なければならず、チームは、残りの2名でゲームを続行することになる。トーボールに類似した、視覚障害者のスポーツ種目として、パラリンピックの公式種目ともなっている、ゴールボールがある。トーボールの起源は、1960年代初頭に、 南チロル地方で誕生したと言われる一方、1970年代に成立したという説もあり、はっきりしていない。ドイツ語のトーアバルの英訳がゴールボールであり、ゴールボールから派生し、より軽量のボールでスピーディーに競技するものがトーボールと呼ばれるようになったと考えられている。国際資格障害者スポーツ連盟が管轄する資格障害者のスポーツの一つであるが、 パラリンピック種目とはなっていない。i b s サは、トーボールの世界選手権や、ワールドカップを開催している。スタートビブリオテックケルン、トーボール、スピールベシュレイバーングーンとスピールレイグルン。2009年3月11日閲覧。インターナショナルブリントスポーツフェデレーション、トーボール、ゼネラルインフォメーション。2009年3月11日閲覧。ありがとうございます。